ね、ゴロちゃんと話して、なんか俺、マイシャンと大阪行った時飯食ったよって話した時に、ゴロリがマイシャンのこと大っ嫌いって言ってて、なんでって言ったら私のことブスって言ったからって言ってて、え、それなんで別に、そんなの冗談でわかるじゃんって言ったら、その後そのツイート消したのがマジでムカつくって言ってさ、今度ゴロリとマイシャン戦わせようぜ。俺を巡る戦いやらせたいわ。キャットファイトみたいな感じで。今度やるから。レフリーに角田あたり使って殺し合いさせるから。絶対あいつもブスじゃんって言ってさ。で、俺言っとった。お前じゃん、実際あったらマジでブスだったぞって。俺本当のこと言ったから。全然ゴロちゃんの方が全然可愛かったよって。俺はそう思ったから。本人には言ってねえけどよ、あいつブスだったぞっつって。ゴロちゃん喜んでさ、似たーってしてた。でしょっつって。やっぱりお前見る目あるなって。あれあれだ、生主特有の角度でよ、詐欺ってんだよ、つって。生であったらおめえの方が可愛いぞ、言っといた。